宝来町は、かつて、愛知県南下田郡に属していた町である。1956年に、町村合併により成立。2005年10月1日に、新城市、南下田郡作手村と合併し、新たに発足した新城市の一部となった、旧宝来町役場玄関。右手に、町民憲章の石踏みが立つ心を正しく、 体を健やかに笑顔と思いやりの輪を広げ明るい、蓬来町を目指します仕事に励み工夫を凝らし恵みを生かして力を合わせ豊かな蓬来町を築きます。教養を高め文化を育て緑の山河と息づく、歴史を誇りに、ふるさと蓬来町を守ります。門屋の集落。奥に、県立蓬来寺高等学校が見える。蓬来町には、計3 4の大技が設定されていた。 1889年の町村政志向の直前に存在した村を継承する者が多いが例外もある。1956年4月の宝来町発足時点では大技は22。南下田郡町四の村から継承した流しの横川、富康、富栄、豊岡の五大技、宝来寺村から継承した門屋、黒瀬、福川、布里、ただ持ち、一式。 塩瀬、愛嬌の八大寺、八名軍七号村から継承した、伊代、野戸瀬、名古屋、名号、牧平、細川、須山及び一色を解消した七号一色の八、大寺と、旧王の町一期に設定された王野が該当する。1956年7月、北下良軍岩村の一部を編入する。この際、道村から継承した河合と、道村長岡から分割した。 池場の二大技が追加された。1956年9月の編入合併と、境界変更では新たに十大技が追加され、全34大技が揃う。南下良郡エビ町からはエビ、中島、連合、四谷、福川の五大技、新城町からは、常盆の一大技、八名郡山吉田村からは下、吉田、上吉田、菅野、竹野輪の四。 大技を継承した。このうち、旧海老町の福川は、旧宝来寺村の福川と同名ではあるが、編入合併にあたって、名称変更はない。また、境界変更で、横川の大部分が、新城町に編入されたため、宝来町側に残った横川はほぼ山林が占める人口例の地域となった。いずれも2005年の合併により、そのまま、 新城市の大技に変更されている。なお、旧法来町長だった穂積原新城市長の公約に、旧法来町域で、法来の名称復活賛否の住民意識調査を行い、賛成が半数を超えた大技より、旧作手村域に倣って、新城市、法来 XX の故障とする計画があったが、2020年、現在、実現させた大技はない。ちなみに、 障子レベルでは、大技門屋に蓬来寺の小技がある。町立小中学校は、新城市との合併に伴い私立学校となった。町内の鉄道路線には、東海旅客鉄道飯田線がある。町内の南西から北東にかけて横断し、長篠に、長篠城駅、本長篠駅、富坂へに、三河大野駅、豊岡に、湯野屋温泉駅、三河牧原駅、 柿平駅、河合に、三河川河合駅、池場に、池場駅、京八駅が設置されていた。これに加えて本流しの駅からは、1968年まで、豊橋鉄道、田口線が町内を北上して、下良町方面へ通じていた。起点の本流しのに加え、富安に、三河大草駅、門谷に蓬来寺駅、黒瀬に、黒瀬駅、福川に、三河大石駅、 海老に、三河海老駅、滝の上駅の、計7駅を町内に設置していた。宝来町内には、一般国道2本、主要地方道3本、一般県道13本が通っていた。一般国道主要地方道、一般県道町道新城市と合併した現在でも、宝来町時代の町道標識が残存している。デザインは、町の虜のはをイメージし、標識の形は、 楕円形。始点と終点にそれぞれ設置されている。補助標識に路線名と地名が書かれている。以下は、ちょうどの例。有料道路放来でら。ありがとうございます。